君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。暗号なんて某国情報員かプロ野球選手じゃなきゃ使わないと思っていたら、今日も今さっき使ってました。多分あなたも使ってました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は量子コンピューターの登場で考え直しを迫られているインターネットの暗号業界のお話。義歌大情報知能工学系情報セキュリティがご専門、鈴木幸太郎先生に聞きます。今日はあの暗号の話ということで、はい、なんか戦国時代みたいな面白いんですけれども、はい、暗号は実はギリシャ時代から使われて、もう何千年も昔からあるんですけども、はい、今日お話したのはもっと最新の話で、はい、まあ、量子計算機って最近出てきたんですが、そういうものでも解かれない暗号をどうやって作るかというような話をさせていただこうと思います、はい、噂に聞く量子コンピューター、はい、そうです、量子コンピューターです。なんかすごいやつらしいんですけれども、はい、そう、すごいです。今のコンピューターの段階でも暗号っていうのはいろいろなところで使われてるんですよね。はい、そうですね、はい、あの皆さんもあのスマホであのいろいろ見ると思うんですけども、うん、まあ、見るたびに暗号が使われて、暗号化されて通信がされています。知らず知らずのうちに暗号技術が使われている。知らず知らず、はい、使われてます。別に僕らがなんかパスワード決めようねとか、はい、そんなことしなくても、はいはい、しなくても自動的に使われてます。インターネットを使うと暗号技術が活かされている、はいはい、そうですね、インターネットを使うともう自動的に暗号化されて、あの皆さんが見てるページの内容見えないように暗号化されて送受信が送られている。そんな必要があるんですかね。例えば皆さんクレジットカード番号をあの Amazon とかの送ったりするときに、暗号化しないと盗聴してクレジットカード番号盗まれちゃうんですけども、うん、まあ、全部暗号化してるんで大丈夫ですと。メールアカウントとか、はい、パスワードとか、はいはい、いろいろ一応決めてるんですけれども、はいはい、そういうのがなくても、はい、口座番号とか入れちゃうと、はい、見られちゃう。そのまま送ると見られちゃうんで、もう自動的に暗号化して送るように今はなってます。暗号っていうのが使われてるんですね。はい、そうですね、僕らの知らないところで、はい、全く意識してないと思うんですが、皆さんスマホで毎日何百回暗号の計算をしています。でもそれが解けるからお互い情報はやり取りできるわけなんですよね。はい、なので、まあ、皆さんというか見るときはお互いに鍵を共有していて、はい、その鍵を使うと元に戻して見れるし、まあ、鍵を使って暗号化しておくということをやっているお互い鍵を持っているんですね。はい、そうですね、僕らが鍵を使ってるっていう意識はあんまりないんですけど、もう自動的にあの鍵を使って暗号化してます。スマホやパソコンがやってくれてるんですね。でも僕らができるっていうことは悪い人もできちゃうんじゃないですか。はい、できます。あの暗号化して送るだけなら誰でもできます。ただし元に戻すのはあの鍵を使った人だけなので、うん、例えば Amazon にクレジットカード番号を送るときは Amazon が公開している鍵を取ってきて、うん、その鍵を使って暗号化してその暗号文を Amazon に送ってやると、 Amazon はあの自分だけが知っている鍵を使ってそれを元に戻してクレジットカード番号を見るという仕組みになっています。うん、なのであの意識せずにあの勝手に暗号化して送ってくれているということです。その鍵っていうのは盗まれない。はい、盗まれてもいいもので、もうあの Amazon の鍵っていうのは公開されちゃってます。インターネット上に公開されていて、それを取ってきて暗号化する。バレちゃってるんですか。バレちゃってます。はい、誰でも見れます。なので誰でも暗号化できるんですけども。じゃあダメじゃないですか。はい、まあ、ちょっと一見ダメなんですけどもそういうのはあの鍵を公開しちゃうんで公開鍵暗号って言うんですけども。公開鍵暗号。はい、公開しちゃってその鍵を使って暗号化すると。でただし元に戻せるのはあの鍵を作った人だけという状況になってます。
あの防犯のテレビ番組見てると、はい、あの結構机の上とかにお家の鍵とか車の鍵をポーンと置く人いるんですけど、ああいうのをパッと写真に撮られると簡単に複製されるので、やめとけってよく言われるんですけれども、インターネットの鍵は大丈夫なんですか、見られても、大丈夫なんだ、まあ、その公開してる鍵を見られたとしても、それに対応する元に戻す鍵を取り出せないようになってます。まさに暗号なんですね、はい、なので、あの公開されてても大丈夫ということで、複合用の鍵は別にあって、それを取り出すのが難しいのでできないという状況になっている。そういう仕組みを昔からインターネットの世界では、実はですね、そういう仕組みが出てきたのはあの40年ぐらい前に出てきたんですけど、それまではまああのギリシャ時代から暗号自体あったんですけども、それ鍵を公開しちゃっていいっていう公開鍵暗号って仕組みが出てきたのは40年ぐらい前まで、でそれ以前にはそういうことはできなかったんですけども、結構最近できるようになった。それだってもう古代ギリシャの時代はコンピューターないですからね、ないんで手でみんなやってたんですけども、それでもあの鍵っていうのは昔からあったんですけども、公開していい鍵っていうようなのが出てきたのは40年前だった。何千年もの間鍵は秘密にしなきゃいけなかったんですが、40年前出てきて公開鍵っていうのが出てきて、もう鍵を公開できるようになりました。よく僕らが子供の頃読んだ推理小説とかで、はいはい、何文字飛ばしで読むと読めるよとかいう、そう、何文字飛ばしとかが秘密にしとかなきゃいけないわけですよね。3文字飛ばしだったら3っていうのを秘密にしとかないと誰でも読めちゃいますよね、なのでそれ秘密にしとかなきゃいけない、そういう暗号はもうギリシャ時代からずっとあったんですけれども、40年前に秘密にしなくていいようになったと。もう堂々と見せちゃっても、はい、もう見せちゃ、1個の鍵はもう堂々と見せちゃいますと。でもこれだけコンピューターが発達している時代にコンピューターでも解けない。はい、そうですね、はい、鍵を公開しちゃうんですが、それをからの元に戻すための鍵を取り出そうとすると、すっごい難しい計算をしなくちゃいけなくて、それがまあ今のコンピューターでもできませんということになります。まあ、鈴木先生、僕らがとっても苦手な数学の先生だもんですから、数学でとっても難しい問題を作るんだっていうんですけれども、平たく言うとどういう問題なんですか？はい、まあ、よく使われるのが素因数分解問題というもので、例えばじゃ あの 2×3 は6ですよね、はい、で6を素因数分解して 2×3 に元に戻すっていう計算が、まあ、素因数分解問題、まあ、中学生でもできますよね、はいはい、そうですね、まあ、すぐできると思うんですけども、例えばまあ35だったら 5×7 とか素因数分解すぐできるんですが、ただしちょっと桁数が上がると実は素因数分解問題ってすぐできなくなっちゃう、実は難しい問題です。もう僕は3桁で嫌ですね、はい、僕もまああの掛け算九九でできる話しかできないんですけども本当ですか？なんかインドの人はすごい得って言うじゃないですか、20×20 とかできるんですが、まあ、日本の人は多分あの81までしかみんなできないと思うんですけどそういうもんなんですね。でもコンピューターだから、はい、そこはすぐ、はい、そこはまあコンピューターもちょっとできるんですが、ただし、まあ、すごい大きくなるとコンピューター、今のコンピューターでもできなくなる。時間がかかる。はい、すごい時間かかります、今暗号で使われているのは何百桁っていう構成数を素因数分解する問題なんで、何百桁、はい、を今インターネットとかで使ってる、はい、そうですね、素因数分解の暗号になってるわけですか。そうなるともうあの今のコンピューターでは解けませんとなります。時間かけてもダメ、はい、時間をかけ、例えば1億年かけないとできませんとか、そういう風になってます。何百桁だと、はいはい、1億年、はい、例えば1億年ぐらい、スーパーコンピューターで1億年かかるとか、そういう風に設定されてる桁数、ね、1億年後に答えが出て、はい、もうきっともうその意味がないですよね攻撃する人も意味、クレジットカード番号ですね、意味がないんでもうそうでしょうねあ、じゃあまあ事実上解けないと、はい、解けないと、安心なわけなんですね、はい、ですね、はい、ところがちょっと話を戻してみると、はい、量子計算機っていうのが出てきたぞっていうところです、はいはい、そうですね、実はですね、量子計算機っていうのはあのさっきの素因数分解問題っていうのはあの簡単に解いてしまいます。なので量子計算機ができると今使ってる暗号がみんな破られて、まあ、使えなくなっちゃうと
という状況になります。今の最新のコンピューターで1億年かかるのを一瞬で解いちゃう、はいはい、そうですね。そんなに違うんですか、量子コンピューターって。はい、もうある種類の問題については、全く桁違いに早いので。もうあるんですか、量子コンピューター。あるんですけれども、まあ、ちっちゃい量子コンピューターあるんですけども、ある程度規模の大きな量子コンピューターができると、今使ってる暗号で使ってる素因数分解問題とかはみんな解かれちゃうという状況になっています。コンピューターってスマホとかパソコンとか、はい、いろいろありますけれども、はい、世の中にはスーパーコンピューターっていうのがあるらしくて、はいはいはい、あいつもすごいぞっていう話は聞くんですが、はいはい、もう全然別の、もう全然、はい、原理が全然違う。スーパーコンピューターは単なる、まあ、スマホと一緒で、スマホみたいのが何万台何百万台って集まったようなものなんですけれども、量子計算機はもう全然別の原理で動くので、勉強できる人が1000人ぐらい集まったよっていうのがスーパーコンピューターなんですね。でも量子コンピューターはもう全然違う、はい、もう勉強できるぐらいじゃなくて超人的な人が一人いますとか、うん、量子コンピューターと今までのコンピューター何が違うんですか。まあ、今までのコンピューターだと、なんか1回に1個の計算しかできないんですよ。例えば 1+2 とか3っていうのは1回に1個しかできません。 1+2 と 2+3 を同時にはできなかったんですけれども、量子コンピューターの場合はその 1+2 って計算と 2+3 って計算を同時に重なった状態でできるっていうのが早い原因。スーパーマンですね、はい、並列的に、そう、聖徳太子、聖徳太子10個のことを一気にできるみたいなところが、はい、すごいところ、はい、でもスマートフォンをたくさん並べたら、はい、まあ、それでも同じなんですけれども、うん、スマートフォン例えば100万倍拍手としてスマートフォン100万台並べなきゃいけないんですが、はい、量子コンピューターは1台でいい。そのスーパーコンピューターも普通のコンピューターをたくさん集めたやつだよっていう運だと並列でできちゃうじゃないですか。だったら結果量子コンピューターと言えないですか。計算の原理が全く違うので言えないんですけども、まあ、効果って意味ではある程度まではそのスーパーコンピューターにいっぱい並べて並列計算すると同じ効果が出るんですが、ただしまあ限界はあって、ただ100万台パソコン並べて並列計算するとできるかもしれないですが、まあ、10億台パソコン集めてこいって言われるともうちょっとできませんと、お金もかかっちゃうし。ところが量子コンピューターの場合は1台あればもう100万台分の働きをします。それ基板の数じゃなくて、基板の数ではなくて作り方がそもそも違うというか原理が違う。原理っていうのは計算機ですから0と1の世界ですよね、はいはいはい、それは同じなんですか。はい、古典コンピューターはそれこういう0か1かどっちかを計算するみたいな話なんですけども、うん、量子計算機はまあ0と1を重なった状態で同時に計算できるみたいなことができるんで、1台なんだけれどもこう並列計算ができるっていうのが早くなる原因です。1台の基板で0と1と0でも1でもあるっていうことができる。なので1台なんだけれども100万台分全部重なっているみたいな感じですかねでもちょっとあれですけど0か1だから計算ができたわけじゃないですか、はい、0と1とあと0と1でもあるっていうのはどんな状態なんですかね、はい、うわー、どう電気が流れるか流れないかじゃないですか。はい、そうですね。電気機器だから、はいはい、流れてもいるし流れてもいないってことですか。はいはい、あるかないかよく分かんない状態みたいな感じで、うん、あるかないかを確認するには観測って言って観測しなきゃいけないんですが、うん、観測するとあるかないか分かるのでどっちかの状態になっちゃうんですが、うん、観測するまではあるかないか分かんないので0か1か重なった状態になってるっていうイメージですかね。はい、分かったような分からないようなんですけど、はい、とにかくそれができちゃったわけなんです、はい、できて今動いてます実際に、はい、まだ赤ちゃんだからいいけど、はいはい、これで古典コンピューターっていうんですか、はいはい、従来のコンピューター、はい、もう古典なんですね従来のコンピューター。あー、そうですね、はい、古典コンピューターって言われます、古典コンピューターみたいにこう発達してくると、はい、もしかしたら、はい、素因数分解、はいはい、何百桁とか、はい、一瞬で解いちゃうと、はい、一瞬で解けちゃうってことは理論的には解けるってことは分かっていて、あとはそういう量子コンピューター大きいものができるかどうかっていう話になってます。まだ今の技術では量子コンピューターの大きいのはできてない、はい、できてない。ちっちゃい量子コンピューターなんで例えばまあなんか
50を素因数分解するとかそれぐらいのちっちゃい限りになっているんですけども、今使っているような何百桁の応接を分解するとかはコンピューター規模が小さいんでできない。まあでも僕らの世代はもう本当にあの単純な電卓みたいなコンピューターから今のコンピューターの歴史を見てきたので、コンピューターの進化って想像を超えるじゃないですか。そうですね、あの勢いで発達したら数年後分からない、分かんないですよね。そしたらもうインターネットできなくなる。そうなんです、それで困りましたねという話がの今日のお話なんですけどもいやそういう事実を僕ら知らなかったですからね、はい、なので量子計算機ができると今使ってる暗号全部破られちゃうんで、まあ、どうしましょうということで、うん、まあ、今あの暗号分野ではあの研究が進んでまして、量子計算機でも解けない暗号を作ろうという研究が進んでます。で、まあ、名前もついてまして、対量子計算機暗号ついてるんです。耐はあの耐える耐性の耐ですね。耐性の耐ですね、はい、そうですね。そういうものをどうやって作ろうかとか、そういう研究が実は今進んで暗号業界では非常に活発に研究されています。素因数分解ではないではない、量子計算機でも解けない別の問題を使うってことです。いろいろもう案は出てる、いろいろいくつか5つか6つあの量子計算機で解けないじゃないかと思われている候補があって、それに基づいていくつか暗号がいっぱい作られています。見込みのあるのはありそうですか。今一番有望だと思っているのは光子暗号というやつで、まあ、光子説明光子っていうのは、光子あの障子の、はい、あの光子ですか。ありますよね、昨日光子状のマス目とかいうあれですよね、はい、ああいうの光子っていうんですけども、あの光子の角の点があるんですけども、その点の中で、まあ、一番短いとこをどこですか見つけてくださいっていう問題が実は難しい問題で、コンピューターは不得意なんです、はい、コンピューターでも、はい、解けない、量子計算機でも解けないと思われている問題で、うん、それをもとに暗号を作ったのが光子暗号と呼ばれるもので、まあ、今一番可能性があると考えられています。そういったいろいろなタイプの難しい問題っていうのは、世界の研究者の人たちが考えてるわけなんですね。鈴木先生も、はい、僕も、まあ、あの講師ではないんですが、はい、その違う方法で、はいはい、違う同種作像暗号っていうのをどうやって作るかという研究を、はい、やっていますね、はい、難しい言葉が出ましたそうちょっとこっちは説明がかなり難しいんですけど、ええ、まあ何かなんだろうな自分で考えたじゃないですか鈴木先生。いやちょっとまあ、ちょっと説明がかなり難しいんですけれども、それ簡単に言うのが難しいですよね、はい、作るのも難しかったけど、はい、まあ、あの作るの自体はこれは10年ぐらいもっと前かな、20年ぐらい前に最初に言い出したの誰なのかな。最初は量子コンピューターってその頃からあったんですか。量子コンピューターもっと前ですか、20年前、30年前。あ、じゃあでも量子コンピューターが出て割と早い段階からもう皆さん、いや、その頃は量子コンピューターのに耐えるためにという目的ではなくて、まあ、別の目的で、まあ、こういう暗号もあるんじゃないということで研究されていて、はい、まあ、最近量子コンピューターでも大丈夫なんじゃないということで、もともとは古典コンピューター対策として素因数分解に変わる、変わる、もっと難しい問題がないか、はいはいはい、で、まあ、研究されてたんですが、最近はその量子コンピューターにも強いんじゃないかということでにわかに脚光を浴びているのがいくつかあるんですが、その中に1個は同種作像暗号っていうので、まあ、それについて、まあ、それを使ってどうやって暗号を作るか、書面を作るかとか、そういう研究をやってる。でも0で1で0でも1でもあるっていう、はい、あいつは何千万年何億年かかっても古典コンピューターが解けなかったのをすぐ解いちゃうやつですよ、はいはいはい、そいつがお手上げっていうのは、はい、なかなか難しいですよね。はい、まあ、なんですけど、まあ、量子計算機得意な問題はすごい早く解けるんですが、うん、まあ、何でも解けるわけじゃないんですよね、うん、素因数分解問題はたまたま量子コンピューター得意な問題だったんですぐ解かれちゃったんですが、今考えた問題はその量子コンピューターでも苦手なんじゃないかと思われている問題なので、うん、大丈夫なんじゃないかと。ウィークポイントがあるわけですね、はい、ウィークポイントが、はい、全てできるわけではない、うん、
そういったことが世界で研究されていると思うんですけれども、はいはい、よしこれでいこうみたいな、はい、ポスト素因数分解みたいな候補が決まってない、はいはい、まだ決まってはいないんですが、実は今アメリカで大量子計算機暗号のコンテストというのをやってまして、まあ、世界中から俺の暗号どうだってことでデジマンの人が応募して、コンテスト、はい、楽しんでるんですね、はい。まあ、暗号は結構コンテスト形式で決めることが多くて、うん、まあ、みんながその持ち寄ってで、まあ、お互いに相手の暗号を攻撃し合って、あ、まあ、最後みんなが審査員でもある、はいはい、で最後に残った生き残った暗号を使うっていうやり方をする場合が多くて、今回も大量子計算機暗号でもそのやり方が取られている。鈴木先生も誰かが送ってきたのを解いてみたりもしました。まあ、暗号を研究している人ってアタッカータイプの人と、まあ、作るタイプの人がいて、うん、僕は作るタイプなんですね、はい、攻撃好きな人は攻撃ばっかりやるんですけども、あ、じゃあコンテストも作る系の人たちが作って送って、はい、アタッカー系の人がアタックするということで、はい、そのコンテストっていうのは定期的に何回か行われてるんですか。もう数年前に最初に応募があって、まあ、何十件も応募があって、うん、それで、まあ、ラウンドが区切られてて、次のラウンドに進めるのは誰っていうラウンドの勝者ってだんだん絞られてきて、うん、で去年、まあ、最終勝者の一部が発表されたって感じですかね。じゃあ何作があるっていうか。はい、今4つぐらい、去年出たの4つぐらいあるんですけども、うん、はい、まあ、1個にいきなり絞るわけじゃなくて、まあ、バックアップも必要なんで、いくつか多分最終的に勝者の方に残ると思う、うん、その中に鈴木先生の作品は。それは残念ながらないんですけど、だから応募してないんで。応募してないんですか。ご覧になりました、その方法っていう。あ、はい、あ、もう公開されてるんで、 どれが勝ったか結構、あ、そうか、なかなかすごいな。あ、まあ、はい、まあこれはそうだろうなっていうのが やっぱり選ばれてますかね。あ、へえ、はい、じゃあ将来は明るいですね。はい、多分大丈夫です、はい、なんか今日は前半すごく怖い話だったんですけれども、はい、あ、じゃあ量子コンピューター恐るるに足りず。そうですね、はい、恐るるに足りずなんですけど、まあ、今今日のお話は量子コンピューターのなんかちょっと敵っぽい話をしたんですが、うん、実は量子コンピューター素晴らしい技術でして、うん、まあ、計算がすごい速くなるってことはすごいいろんないいことがあるんですよ。そりゃそうですよね、はいはい、例えばなんかすごいお金が節約できたり、うん、なんか新しい薬が設計できたり、はい、天気予報がすごい正確になったり、すごいメリットがあるんで。古典コンピューターでは時間がかかりすぎてできなかった技を一瞬でやってくれるわけですもんね。なのですごい優れた薬が作れたり、例えば天気予報もすごい正確になって、うん、明日の天気がすごい正確に分かるようになるとか、シミュレーションとかすごい得意そうですよね、はいはい、そういう、まあ、ポジティブな面っていうのがやっぱり量子コンピューターのメインの面で、まあ、今日はちょっと若干量子計算のダークサイド的な話をやりましたけど、もちろんそうです、ね、誰が使うかで善にも悪にもなるという、はい、そういうものは当たり前にあると思うんですけれどもね、はいはい。でもその量子コンピューターの暗号に対する対策っていうのは今熱く研究されているっていうところですね。目に見えない部分での戦いですので、我々は初めて聞く話ばかりでしたけれども、面白い話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございました。天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。恒例、今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういうコーナーがあります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたいギガ大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました鈴木先生の業界用語は対量子計算機暗号。対量子計算機暗号とは、量子計算機でも破ることができない暗号技術です。
で実は量子計算機暗号ができると既存の多くの暗号技術は破られてしまうんですが、破られない暗号を作るというのが対量子計算機暗号です。で、まあ、近年活発に研究が進められています。の衝撃、大学教育を変える次世代の学び、生成 AI チャット GPT を実際に使いながら AI を学習に取り入れる意味や制限、将来の展望を議論しますという原稿を今回チャット GPT に書いてもらって、すっごく楽をさせてもらいました。次週7月29日の天白の城は義科大情報メディア基盤センター後藤仁先生を訪ねますぞ。楽しみに。